そう。明日の昼飯はちょっと豪華です。ございますね。まあウインナーがないから、はい、もうあのほんまはこんな贅沢したらあかんねんけど、ウインナーがないから仕方ない。でもうまそうですね。鶏、まあチンゲン菜の作り方って結構難しいって思われがちやねんけど、はい、実は意外と簡単で、はい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 、まず段取りとしては、はい、この茎の部分と、はい、葉っぱの部分をこう分ける。まずは徹底的に。なるほど。徹底的に分けていく。まあこの理由っていうのは後から伏線は回収させてもらうんやけれども、はい、めっちゃついてるやん土。あ、ほんまやな。これ絶対取らん方がいいから。それなんでなん？熱湯で今から。ああ、なるほど。そのためにそこで落ちるから。ほ、なるほど。ほんで今これ水流したら詰まってる大地の恵みが全部取れてしまうから。ああ、大地の恵みが全部取れてしまうから。ああ、塩入れる。なるほど。おはようございます。おはようございます。よいし手を合わせてください。はい。年末やしね。ケンジさんのさつまいもに感謝。はい。感謝。いただきます。いただきます。それは今さっき紙セットしてもらったのに。今日は。うわあ。シナモンとぐらい。ちょっと汚いですそれは。それその今うまいですね。え、日々上達してるんだ。なんで？臭いの外し方は。うん、本日も頑張っていきましょう。お疲れ様でした。今日はちょっと雨が降りすぎたので3時休憩なる前に終了となりました。今日のゆうなはかわいい、かわいい笑顔。ええ子やな、ほんまな。すごくええ子です。
じゃあ本日もみかん収穫頑張っていきましょう。チンザメチンザミーやな。頑張れますか。俺もでもほんまにうんこだ。多分それぐらいはなかった。この畑にうんこ落としすぎてるかもしれない。本日もみかん大量です。いただきます。ありがとう。美味しい。これやっぱりないただきます。これでも昨日のやつやろ、うん、めっちゃ濃厚なんですよ。これやっぱ、これやばい。楽しみ。向かったのはマンション専用のサービス。